岡田よ、おい、おめえはよ、去年のニュージャパンカップでこの俺に乾杯してんだよ、この野郎。てめえは実力で3カウント取られてんだよ、この野郎。てめえはよ、まだまだ顔じゃねえんだよ、この野郎。恥かくだけだぞ、おら。おい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 、俺はよ、やろうね、俺をたまに一発もらえるだけのために名古屋に来たわけじゃねえんだよ、この野郎。クソったりや、畜生、あいつら汚いことばっかしやがって。まあ、あれ待って、愛知県で試合するのいつぶりかな。久しぶりの愛知県体育館で第1試合だって俺。本当だったら、もっともっと強ければね、結果を残してればもっと後の方でドカーンと凱旋できたんでしょうけど、まあそれが今の岡田和志でしょう。ただ新日本プロレスもらうこと舐めすぎでしょう。俺とイービルなぜ組まない、なぜ変更しない。まあお客さんが見たいというような時まで俺がどん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 イービルと戦って盛り上げます。